皆さんこんにちは、梅本まどかです。こんにちは、カーライフアドバイザーの相田はじめです。今日は梅本さんと一緒に最新のドライブレコーダーを体験しちゃおうかと思います。私の愛車にも万が一を備えてしっかりとつけてますよ。その万が一という事態、はい、本来は衝突など事故が多かったですよね、はい、でも最近ニュースなのでよく聞くのがもう一つありますよね。あ、わかった、煽り運転ですね。正解。その煽り運転にしっかり対応してくれるのがパイオニアカロッテリアのドライブレコーダーユニット VLEC DZ800DC なんです。パイオニアカロッテリア VLEC DZ800DC はフロントとリアカメラがセットになっているモデルです。カメラ本体は直接フロントガラスの上部に固定できる一体型となっています。吊り下げ型のモデルと比べて前方視界を妨げることのない機能的なデザインとなっています。また大型のキーは押しやすく確実な操作性につながる実用的なデザインです。小型のリアカメラは9メートルのケーブルを採用しているので全長の長い大型ワンボックスなどにも取り付けることが可能です。それでは梅ちゃん、はい、今回は封鎖されたサーキットで煽り運転機能を確かめてみましょう。なるほど、まあ、一般道でこの機能を試すには法律的にも違反になる恐れがありますもんね、うん、体験走行は封鎖したサーキットに2台の車を持ち込みました。前の車には私と相田さん、後ろの車には煽り運転を再現してもらいます。梅ちゃんさ、はい、煽り運転ってされたことある？いや、ないです。煽り運転されると、うん、その時ってとても慌てちゃって、うん、ドライブレコーダーのボタンを押す余裕なんて全然ないんだってさ。なるほど、確かになんかすごい慌てちゃいそうですもんね。だからその瞬間を自動的に記録してくれれば、うん、とっても安心できるよね。確かに、そう、押さなくてもいいっていうのはすごく安心ですね、うん、すごい後ろが近づいてきた。お、ピッて鳴りましたね。でもこのピッて音も結構取ってくれるんだって安心感がありますね。ミラーで見てるとすごい近くなったなって思った時にピピって鳴ったんで、あ、取ってくれてるんだってちょっと安心しますね。追い越された時に間違って検知されないように隣の車線を走行の車両は検知対象外とし、同一車線の後続車両のみを検知します。わあ、すごい怖い、やだどうしていいかわかんないこれこれでね、前後20秒間自動的に記録してくれるんです。20秒間も、うん、じゃあ最初にピッて鳴る前のあのちょっと怖いなって思ってた時から撮ってくれてるってことですか？そう、だから、うん、実際に後で見る時も、うん、どういう状態で、煽られたかっていうのをちゃんと映像でわかるんだよね。へえ、それはすごく安心ですね。では今度は、はい、梅ちゃんに煽り運転をする危険ドライバーになってもらいましょう。私そんな凶悪なドライバーじゃないですよ。もしかしたらね、うん、気がつかないうちに車間距離を詰めちゃってることもあるかもしれない。なるほど、うん、だから煽る側と煽られる側、うん、この場所で体験することがとっても貴重なんだよ。なるほど、じゃあせっかくなので知るためにやってみます。はい、今度は私が後ろの車両に乗って煽り運転をやる側になっちゃいます。前の車には先ほどと同じように VLEC DZ800DC が装着されています。そして煽り運転を検知した場合にルーフ上のランプが点灯する仕組みです。じゃあ始めましょうか。はい、お願いします。
どんぐらいで着くのかな。もっとだね。結構怖い。こんなに近くて、これでもだいぶ怖いけど。着いた。結構近かったですね、今。結構怖いでしょ、はい、これ以上近づいたらね、危険だよね。いや本当にもうぶつかるんじゃないかと思いました、ちょっと。だからこんなね、煽り運転なんてね、してると本当に危ないよね。いや本当に危ないですね。いや怖いな。今日は煽り運転検知機能を体験しました。はい、いかがでしたか。いやもう煽り運転をされる側もする方も初めてだったんですけど、されるとこんなに怖いんだっていう、もうハンドルを持つ手がすごい力んじゃって、もう慌ててしまいましたし、やっぱりその中でこうピピって鳴ってくれるのに安心したりとか、保存されているっていうのも、あ、こういう時に助けてくれるんだっていうのを感じたのと、あとする側の方ではやっぱりする側でもこの距離を詰めるのっていう、ちょっとびっくりしたんですけど、でもそういう距離感っていうのをすごく知れて今日は勉強になりました。 DZ800DC なら本体に Wi-Fi モジュールを搭載しているので、本体で記録した映像をスマホのアプリを使って確認したり操作したりすることができるんです。それってとっても便利でしょ。はい、すごく便利ですね。ドライブレコーダーって冒頭でも言いましたが、万が一の時に活躍してくれるアイテムです。しかしドライブレコーダーを装着するだけで安心してしまってはダメで、ドライブレコーダーが活躍しない運転を心がけないといけないんですよね。今日は改めてそんなことを感じました。それでは皆さんも安全運転を心がけてくださいね。